湯浅烏帽子と申します。1983年生まれです。よろしくお願いします。普段は、1924年に生まれて1987年に亡くなったその架空の三流画家というものを自分の頭の中で空想して、それにその歴史に、その実際の歴史に沿ったような、本当にいたかもしれないような作家に擬態することで普段制作しています。今回は、春画をテーマにしてまして、架空の、湯浅の、お母さんが、亡くなった時にその、その手元にずっと残していた春画があった。でそれを、参考にしながら描いたという、架空のエピソードを頭の中で妄想しながら、制作しました。3人とも、すごい魅力的で気持ち悪い絵を描いているので、その気持ち悪さ、魅力っていうのを味わってください。